クイーンズボロプラザ駅はニューヨーク市地下鉄 BMT アストリア線と IRT フラッシング線の乗り換え駅である。クイーンズクロングアイランドシティのクイーンズプラザにある高架駅でクイーンズボロ橋東地にある。近くに IND クイーンズブールバード線のクイーンズプラザ駅があるが完全に別駅の扱いで無料での改札外乗り換えはできない。以下の列車が乗り入れている。 校内配線図駅生端にある2層の高架構造。映っているのは現在は解体済みの北側ホーム駅の東側からの空撮開業当時は各層4線、計8線の駅であった。IRT は南側ホームの上下層を使い、BMT は現在は解体されて残っていない北側ホームの上下層を使っていた。現在は残っている南側ホームの南側を フラッシング線、北側をアストリア線が使っているが、当時は60丁目トンネルではなく、クイーンズボロ橋上高架鉄道の IRT2 番外線経由で運行されていた。上層はホームの北側、下層はホームの南側に両当たり線があり、駅を出た後で転線できるようになっていた。BMT 側は南側の線路に BMT ブロードウェイ線が停車して、 マンハッタンとの間を結んでいた。マンハッタンからの列車は上層に停車した後、下層の線路と合流して北へ向かい、下層の線路を経由してマンハッタンに戻る運用になっていた。この運用は1924年にホーム南側の両渡り線を使って折り返しを行うようになるまで続けられた。1949年10月17日まで。 アストリア線とフラッシング線は IRT と BMT の両方が共同運行していた。ホームは IRT 規格に合わせられていたため BMT は高架鉄道時代の車両を使用しており、クイーンズボロプラザ駅での乗り換えが必須になっていた。アストリア線からのシャトル列車は仮想西側の線路に入線した後フラッシングに向かって方向転換し、フラッシング線の列車は 上層の線路に入線して、アストリア方面に方向転換を行っていた。アストリア線とフラッシング線における共同運行の初期には IRT と BMT は、ホーム上の停止位置表示や停車位置を個別に定めていた。乗客もどちらを利用するかによって、別の入り口から入場していた。このため、2社の列車を自由に乗り換えることはできなかった。 この運用は IRT が編成を延長するまで続いた。2社は合意に基づいてそれぞれの駅での収益を共有していた。1942年に IRT2 番外線は廃止になり、上層の北半分は放棄された。1949年10月17日に137万5000ドルを投じた駅改修工事が完了し、 マンハッタンとクイーンズを結ぶ運行系統の再編が行われた。この際、アストリア線のホームは、BMT の運行系統が60丁目方面に直通できるよう削り直され、60丁目トンネルから東側ホームの西側線路への取り付け線が作られて、西側ホームは閉鎖された。これにより、IRT と BMT の共同運行が中止となり、IRT は、 フラッシング船内のみ、BMT はアストリア船内のみを運航するようになった。一方で IRT 船と BMTE 船が上下層の移動なしに同一層で対面乗り換えできるようになったため、利用者にとっては利便性が大きく向上した。アストリア船の列車は駅のすぐ西側にあった渡り船でスタインウェイトンネルに乗り入れることができたが、 この渡り線は共同運行の中止により撤去された。1964年に廃止された北半分が取り壊されたが、上層の渡り線はフラッシング線で唯一の他線との接続線として残され、コニーアイランド工場への車両改装時など営業外運転で使われている。今日ではクイーンズボロプラザ駅はニューヨーク市地下鉄で唯一 A ディビジョンと B ディビジョンの 対面の理解ができる駅となっている。クイーンズボロプラザ駅は2層構造で、各層とも、島式ホーム一面二線を有する高架駅である。道路の南側に立っているが、以前はクイーンズプラザ全体に広がっていた。クイーンズ方面行きが上層、マンハッタン方面行きが下層に停車する。BMT アストリア線が、ホーム北側の2線、IRT、フラッシング線が、 ホーム南側の2線を使用する。メザニンは仮想ホームの下にあり、駅舎の2階にクイーンズプラザノースを横切る、コンクリート製のスロープが設けられている。2014年時点で、ニューヨークシティトランジットオーソリティ職員により、改装工事が行われている。IRT フラッシング線への CBTC 導入の一環として、駅南端に、 コンピュータ制御の信号告書が設置されている。クイーンズボロプラザ駅は映画、続、猿の惑星の決定的なシーン。主人公の宇宙飛行士ブレントが、それと気づかないまま地下駅の廃墟に入っていき、壁面タイルにクイーンズボロプラザの文字とニューヨークサマーフェスティバルの広告を見つける。そして彼は自分がいるのは他ならぬ地球であり、しかもニューヨークは、 核戦争で破壊されてしまっていることを理解するマイナスで登場している。実際にはクイーンズボロプラザ駅は公開駅で駅名の入ったタイルもない。また、コメディドラマ、隣のサインフェルドのザシガーストアインディアンという、会で有名なジャイロ屋のある場所として登場するが、IRT レキシントンアベニュー16系統の地下駅として描かれている。 クイーンズボロプラザ駅と近くのメットライフプラザは ABC のドラマシリーズアグリーベティのシーン中で背景の CG 合成で登場する。HBO の政治ドラマシリーズニュースルームのシーズン2のオープニングにも登場している。TV ショーのキング・オブ・クイーンズのテーマソングでは上層ホームに入選するレッドバードの7系統が登場する。ありがとうございます。